コートサイドでウォーミングアップを行っていました。京都かぐやライズは連続出場です。枝広まどか、昨シーズンから第一町と第二町の連続出場が可能になりました。オーダーの幅が広がっています。第二マッチの主審は森山久志さん、副審は柿沼和樹さんです。さあまず渡辺さん、はい、枝広まどか前のゲームに続いて連続出場ですね。そうですね、まあ、ダブルスは3ゲームマッチですから、やっぱりこう体が温まった状態でこう連続でシングルをやるという方がですね、本人も多分いいということなので、こういう起用の仕方をしているんだと思いますね。一方の平野美宇、今シーズンは3勝0敗、また一段と強くなったという印象を受けますね。渡辺さん、そうですね、中澤監督もですね、もう最近平野の充実ぶりには本当に練習を見ている時も、もうついこう表情がほころぶような感じでいろいろ話してくれましたね。なるほど、まあ、特にバック系の技術がもう非常にこう安定と威力と、まあ、両方が上がっていると、まあ、それってすごいことじゃないですか。安定と威力ですよ、はい、ね、ですから、まあ、そのあたりがやっぱこう得点力に結びついているというのが、やっぱり彼女の今のこう安定した強さを引き出しているということも言えますね。あとはもうちょっと弱点と言われてた、やっぱミドル処理が非常に良くなってきたと。やっぱりこれはしっかりこうチームで組んで練習をしているということの中で、本人もやっぱその課題についてしっかり取り組んでいるというような話をしましたので、まあ、そういった充実した平野されたファーストゲーム試合が見れるんだと思います。ラブオール第2マッチです。向こう側に京都の枝広、手前に木下の平野です。枝広のバックハンド、この両選手は去年の T リーグの個人戦ロジマカップで対戦しています。1回戦その時は平野が4対1で枝広に勝利しました。枝広は昨シーズンは九州アスティーダでプレーしていました。序盤2ラブです。渡辺さん、勝負のポイントはいかがでしょう。はい、いや枝広はスタート見てもいただいている通りですね、あと去年の T リーグ個人戦でもあったように、やっぱりこのピッチにはついていけるんですよね。速いピッチに非常に強いですから、はい、ただ、うん、先ほど中澤監督が、ね、平野のバックハンドを褒めてたように、この威力が出てきたボールに対してどこまで対応できるかというのが一つこうこの勝負のポイントになると思うんですね。3-1です。ついてますよね。そうですね、バック対バック、最後は平野のバックハンドがネットに当たってオーバーしました。まあ、今の最後のボールなんてね、むしろ平野の緩急の緩いボールを自分からね、打点早くいってますよね。フォア前へ平野のドライブ、いや渡辺さん、はい、我々のこの実況解説席も今日はコートエンドにあるんですけれども、はい、今平野のこの足の音とか打球音とか、はい、やっぱりいいですね、臨場感があって。そうですね、我々もこう中継で頑張ってますけど、やっぱライブにはなかなか勝てないですね、この臨場感、はい、ですので今日はこのイオンレイクタウンで行われている T リーグの試合、ぜひファンやサポーターの皆さんにも卓球の臨場感を感じていただければと思います。はい、この平野のフォアハンドドライブ、今日は女子の試合が2試合、明日は TT 埼玉対岡山リベッツの試合が行われます。渡辺さん、ぜひ多くの方に来ていただきたいですね。はい、平野のバックハンドです。平野が早くも今のようにですね、少し距離感が合い始めてますから、枝広緩急やストレートミドルなんかもうまく使っていきたいところ。はい、フォアハンドドライブネットに当たってオーバー、ファイボールです。渡辺さん、はい、早いですね、修正が。そうなんですよ、1ゲーム終わってベンチ帰ってから修正というのは過去にね、そういうような試合もあったと思うんですけども、はい、まあ、今は早いですね。ナックル、そしてフォアハンドです、
でこう全体的に先ほどから平野の3球目だったり4球目のドライブをフォアに持っていって枝広のミスを誘ったりとかこういうフリックなんかもですね枝広がやっぱりバック系がうまいと思えば徹底していきますよねフォア側に。ですから枝広としてはやっぱりそこをちょっと待ってるっていう部分も必要かと思います。縦回転バック対バック、うん、先に攻めました。いい、確かに渡辺さんがおっしゃる通り、はい、枝広のバックは強いですね。強いですよ、これ今平野もですねミドルから、まあ、バック半面ぐらいに渡ってこうボールを送ってるんですけども、枝広の方がピッチが速いので全然苦にしてないですよね。シックスオールです。サービスミスです。気持ちは分かりますよね。ここでやっぱりこう木を照らうようなことをやりたいでやっぱりこうロングサーブ行ったんですけどね。はい、もう一本いきます、うん、フォアをつきました。2点差です。表情は変わりません、この両選手。ロングサービス、バックハンド。今こう思わぬレシーブでちょっと2点取れましたから平野もこう強気なパターンでいってますよね今、はい、1本目ロングサーブバック前に出してフォア前に突っついてバックハンドドライブ、このバックハンドで決定打、まあ、今のようにちょっとフォアへ送ってバックというふうに崩してバック系を狙っているんですね、まあ、平野もバック系得意ですからあのバック対バックで負けたくないという思いはあると思うんですよね。そうですよね、はい、でも崩してからっていうのは分かるんですけど、先ほどのように1本目ロングサービスを出して本当にいきなりバック対バックに持っていくっていうのはなんか強い気持ちの表れだような気がしますね、はい、フォア前のサービスチキータに行きましたが枝広のサービスエースになりました。7点です。意地を感じますよね。意地ですね、これはバック系の意地がこれからまだまだ見れると思いますよ、はい、チキータに行きます。レッドです。枝広もちょっとバウンドが変えたいところですね。タイミング合わされると平野のチキータもとてつもないですからね。フォア前ハーフロンから攻めていく、またネットだ。ちょっと平野の返球がネットに当たって入りました。第1ゲーム11-7で木下の平野美宇が取りました。まあ、どうですか枝広、まあ、中盤ですね、あ、前半少しうまくリードできてバック系効いてましたよね。ただその後平野が一気にポンともう対策をしてフォア攻めに行きましたよね、まあ、それでもう、もうあの点数がイーブンに5ボールと追いついたところ、まあ、そのあたりからどうしてもこう平野のパターンふっとこう流れで最終的には一気にゴールされてしまいましたけれども、はい、まあ、形としては、まあね、特に最後の2本はネットに引っかかったボールでちょっと失点してしまったのでちょっとこうアンラッキーだなという思いがありますけれども、十分戦えてますよね。そうですね、対応としては。ただ結局はフォアサイドに送られたボールに対してのミスであったりっていうのがちょっと残念というか、うん、難しかったので、ここがちょっと思い切れればですね、バック系はまあ五分五分、むしろちょっと 6-4 でリードしているぐらいのポイントだったと思うんですよね、はい、第1ゲームに関しては。第2ゲームです。セカンドゲーム平野のトゥーサーブラブオール。イオンレイクタウン森にある木の広場で行われています。JR の越谷レイクタウン駅に隣接する形のショッピングモールです。ワンラブ、中田さん、今のボールというのはスピードボールではなくて
はい、あえて回転系のボールを送ってきたということですか。そうですね、あの、うん、平野としては緩急で狙っていたわけですね、はい、ループからスピードドライブ、ネットです。ワンラブ、ロングサービス、うん、ここを処理する、ネットイン、うまい。渡辺さんがうまいとおっしゃったのは平野のネット処理ですね。そうですね、その中で枝広もフォアついていってましたよね。ですから、今も平野ロングサーブからいったじゃないですか、はい、1本目を緩急で取ったのでまた強気の、先ほど山崎さんが表現で意地ですね。なるほど、そういった部分がですから枝広ついていくんですよ。そうですね、今も平野の声を出してのフォアハンドドライブ、はい、でフォア攻めだったんですが今対応しましたよね、はい、1ゲーム目とはちょっと違いますよね。この辺りはよく考えれてると思います。ロングサービス、巻き込みのロングサービス、横上回転でした。サービスエースです。3-1、枝広場お姉さんが鳴本彩美と同じ中国電力ライシスで活躍しています。新人ながら日本リーグビッグトーナメント、日本リーグの個人戦で優勝しました。お姉さんはライバルですとそう話しています。お姉さんも T リーグに入ってましたよね。そうですね、大学の時、はい、ですからやっぱ強いですね、姉妹でね。お姉さんの瞳選手は中国電力ライシスに所属しているんですが、神戸松蔭女子学院大学時代にトップ乙女ピンポンズ名古屋のメンバーでした。お姉さんは中高陣からのラリーが持ち味で、そしてこの妹のまどか選手はピッチの速いラリーが特徴です。バックハンドオーバーです。枝広としてはこのゲームメイク非常に大事で、第1ゲームここあのリードしているところから一気にこう追いつかれて逆転となってますから、はい、この前半大事にしたいところですね、これ、うん、3、5、やっぱサービスが得意と言ってるだけあって本当に結構変化がありますね。そうですね、あの平野に全然チキータをさせないようにサービス構成してますよね、はい、ロングサービスとフォア前と。3、5、早いですね、はい、あそこものすごいバックハンドでした。先ほどの長崎のミドル前バック前と一緒で送っちゃいけないところかもしれないですね。具体的に言うとどういう場所ですか。あのバックサイド、はい、はい、それが渡辺さんがおっしゃった最近良くなってきたところというところに通じるわけですね。ハイボールになりました。フルスイングが、まあ、まだしてませんけども、フルスイングのボールは行くとかなり斜めに飛んでくるんですよね、はい、平野のバックハンド、サイドライン切りますもんね、はい、あ、確かに渡辺さん、ここもサービスエースです、はい、ですからサービスを持った時にはかなりこう平野にこうストレスを感じさせるようなやりたいことをやらせない、こういう戦術は枝広取れてると思います。ロングサービス、シックスオールです。平野のバックハンド、今のも2本をロングサービスを出したわけじゃないですか、バックサイドに、で2本目はこのサービスは平野のかなりバックサイド行ってるんですよね。で通常だとループの浅いボールが来るという読みで枝広勝負にパチンと行きたかったところなんですけど、やっぱりボールがちょっと深いんですよね。このあたりがその、まあ、ちょっとトップ選手の違いというのを枝広感じてるんだと思いますね。巡回転サービス、フォアをつく、さらにフォアをつく、バック全部ついてくる平野、平野下げさせましたね、枝広が攻め切りました。セブンシックス、さあこのあたりから中盤から後半へと差し掛かってきますから、さあ枝広がどういうゲームメイクができるか。あそこついっちゃいますね、今の平野うまかったと思いません、セブンオールです。縦回転にしたときにちょっとバウンドゆっくりにしてますよね、はい、はい、
バウンドをゆっくりさせるとどういう効果があるんですか。やっぱりこうタイミングが来るので、はい、打つということを選択肢が1個減るんですよ。なるほどなるほど。それでバックスイング取れます。朝またサービスエースだ、はい、でそれでやっぱり得点がね取りやすくなりますよね。8-7、再び京都の江田弘がリードです。中央大学2年生、見込みサービス、フォアを突く、厳しいコースでした。8オールです。汗を拭います。ただタイミング的にはね、江田弘間に合ってないわけじゃないですし、打てないタイミングじゃないと思いますから、今の1本はちょっと頑張りたかったところ、はい、今ちょっと首をかしげてフォアのフォームの確認を行いました江田弘です。いや今またゆっくりのタイミングを使ったんですけど、はい、うん、やっぱバック系のレシーブはもう本当に江田弘も多彩ですね。タイミングの対応力も非常に高いと思います。8-9、巻き込みサービス、なんと第2ゲーム京都の江田弘がゲームポイントを迎えています。いや、この2本のサービスの構成がちょっと、ね、不思議で、なんで一番得意なのそこのバック側にサービスを行ったんだろうというのがですね、はい、思うところですけども、10-8ゲームポイント、フォア、バック、ミドル、コースを変えていきました。ただ江田弘が懸命に返球、なんと第2ゲームを取りました。 11-8 です。渡辺さん、はい、まあ、私なんとという言葉を使いましたけれども、はい、ただ第一ゲームの内容からするとこの第二ゲームというのは江田弘がフォアさえ克服できればこういう可能性もあったわけですよね。そうですね、バックサイドではもうほぼ互角、むしろ 6-4 というふうに私も、ね、言ってましたから、はい、まあ、その通りで結構バック対バックからのラリー展開で第二ゲームは優位に立ったり平野を台から下げさせるというそういうところまで江田弘が追い込んでいるケースが多々見られましたよね。ただ勝負としてはですよ、はい、ちょっと平野に厳しい見方をすれば、はい、やっぱりこの先ほどこのサービスを持った時にセブンオールを追いついた時ですね、重要な1本じゃないですか、シックスセブンで負けてて自分がサービスあと1本ってところでやっぱ縦回転のタイミングを変えて江田弘のフォアサイド側に行ってるんですよね、はい、でそうするとやっぱフリックしにくいので確かにバックへつつく、バックへつついてきたら平野いらっしゃいなわけですよ。であったのにその次にサービスが8オールで回ってきたところで江田弘の得意なバック側に行ってしまったと、それも2本ともそれでやっぱり江田弘対応力高いですからね、得点に結びつけた江田弘大したもんですけど平野がちょっと戦術ミスというのもちょっと考えれるかなと。なるほど、思いますね。第3ゲームです。向こう側に京都の江田弘、江田弘のサービスから始まります。手前に木下の平野、ちょっとトスを注意されてますね、はい、江田弘が、ね、カウンターを持っている副審の方からトスを注意されました。まあ、真っ直ぐ上げましょうということですよね。そうですね、高速ラリーです。いや振り切ってますよ ね、 すね、平野 の、 あのタイミングの早いバックハンドに対して、ワンオールです。これ渡辺さん、はい、あの先ほどの第2ゲームの終盤のサービスのお話ありましたけれども、はい、平野としてはやはりバックハンドで負けるわけにはいかないんだ、バック対バックで負けるわけにはいかないんだという思い、プライドというのがやはりあるんですか、どうなんですか。まあ、時々そういうのがですね、戦術を邪魔するということはねあるんですよ。なるほどなるほど、はい、特にバック系が上手な選手は、はい、バック対バックってフォア対フォアってあんまり言わないですよね。確かにバック対バックっていうラリー展開よく言いますよ、ね、はい、ありますけども、ここで負けたくないっていうのは非常に強いです。逆にそのここで取れると自分の波に乗れるというのもあると思うんですよね。面白いですね、はい、女の意地というのの部分もあるのかと思います、はい、それから渡辺さん、江田弘のこのサービスの能力というのはいかがですか。
いや、先ほどだからのサービスのちょっとトスを注意される場面があったと思うんですけども、はい、サービスの上手い選手結構そういうことあるんですよね、はい、切り方とかすごいラリーです。これもすごい、その変化のつけ方でちょっとトスがあやふやになってしまってこう、ね、指摘されちゃったりすることがあったと思うんですけども、そういう部分はありますね。これもいいサーブですよね。インパクトの瞬間にコントラケットを上げて伸ばしてますね。2ホーリードです。フォア前バックハンドドライブ、強烈なバックハンドドライブでした。まあ、あそこのバックサイドへの突っつきっていうのもこれでも何本もこう、ね、一撃で仕留められてるのは見てますから、ここは枝広何かを変えていけるか。フォア前にサービスを出した平野、ここもフォア前です。お、回転しましたね。逆突きから行きましたが、ここは渡辺さん、平野のサービスで、それから枝広としてはレシーブを変えていきました。そうですね、チャレンジしましたね。まさか一気に逆チキータでいくとは思いませんでした。ストップでいくんじゃないかなと思ってたんですけど、うん、サービスエースです。アップです。アップなんですよ、ね、今アップですか、はい、上回転ですか、はい、でハーフログなのでちょっと平野のラケットが下がって、はい、下から上に行きましたね。なのでオーバーしたんですね、はい、これですよ。ものすごい打球音でした。やっとなんか、はい、はい、出たなと。第3ゲームにして、まあ、でもここまで平野にこのスイングさせなかった枝広っていうのはやっぱりこう上手いですよね。立派な戦いぶりですよね、はい、戦いぶりですし素晴らしいと思いますね、やり方が。フォア前逆突きた、ここは平野のフォアハンドドライブ、ま、平野も先ほど1球見せられているだけにしっかりと対応しました。そうですね、少し悔しそうな表情を見せたのは枝広です。平野逆転6-5です。フォア前徹底します。バックへバック対バック、ない、逆にフォアをつきました。6オールです。あのバックストレートを打つときにこれスロー出たらすごくいいんですけども、はい、アデマでリクエストに答えていただきましたけど、この体をですね、はい、このクロスからこの次のボールちょっとこうグッとこう体をひねって打つじゃないですか、ストレート、はいはい、あれができる選手って少ないんですよね。あ、そうなんですね。体正面向いて打った方がですね角度は安定するんですよね。確かにやっぱスイングに自信がないとできないんですけど、すごいいい技術です。ミドルからサービスを出す、ネットイン、平野のフォアハンドドライブもネットインです。屈伸をします。まあ、平野もラリーで苦しい展開ですけど、グッとああいうところで、ね、ミドル側しっかりフォアで打てたっていうのはこれもあの成長しているポイントの一つだと思いますね。今シーズンここまで開幕からチームも3連勝、平野もシングル3連勝中です。ロングサービス、渡辺さん、はい、枝広もこれまで使っていないバックストレートのロングサービスを使いましたが、はい、ちょっとそれで大きい展開のラリーになりましたけども、まあ、平野がやっぱりその対応力が高かったわけですね。ちょっと平野の攻撃力足りなかったか。8-6、フォア前レッドです。もう渡辺さん、平野は徹底して枝広のフォア前のサービスですね。そうですね、フォアでつきます。ガツンと切った突き、平野のフォアハンドドライブ持ち上がりませんでした。いや、結構回転量あるんだと思いますよね。この平野がやっぱりグンとここで重心低くして打ってるんですけど、はいはい、ネットしちゃってますもんね。8-7、1点差です。サービス変えますね。バックハンドオーバーです。今のサービスは縦回転ですか。いや、巻き込みに結局したですね、巻き込みですか、あの、うん、巡回転の構えから縦回転に行くと、はい、先ほどはあの
巻き込みですね、巻き込みの構えから巻き込みって言ったんですけど、巡回転から巻き込みにするという。8ホールです。うわあれです、はい、平野も声を出しての返球でした。はい、うかつにこのミドル、ここですね、ミドルからバックへって言った時にもっとワイドに来ちゃうんですよね、平野のバックハンドは。これが厄介なんですよね、平野としては苦しいところ。バックへフォアを突く、飛びつく、平野の懸命のフォアハンドドライブ、テンエイト。苦戦を強いられながらもゲームポイントを迎えています。枝広もいい振り回しをしてるんですけどね、平野に本当に追い込んでるんですけども、あのボールを攻めないとっていうところですね。うんうんとうなずいています。枝広引いたに行く、ネットイン、ネットイン、うん、カウンター、だけどオーバーです。見応えのあるラリーでした。最後は平野のポイント、第3ゲーム 11-8 で平野が取りました。渡辺さん、最後も見応えのあるラリーでした。そうですね、枝広もですね、やっぱり果敢に平野のフォアサイド側を狙っていく、いってるという戦術はね、よく分かって頑張ってるんですけど、やっぱそれに対しての平野もですね、甘くはないですよね。甘くはないですね、はい、本当に甘くないですね。ですから最後のボールも本来であれば枝広カウンターでドンと狙っていけるんですけど、やっぱりしっかり回転をかけて平野に返されてますから、ミスターというかことでラリーが終わってしまってるんですよね。うん、でも枝広前回赤江と対戦した時も第1ゲームを取ってですね、そうでした、非常にいいラリー展開を見せてました。赤江をかなり追い込んでましたね、最終的にちょっと力負けをしたという部分ありましたけれども、今回この平野の試合をと見てもですね、非常に対応力の高さであったりオリジナリティのある戦い方ができてますね。期待できますね、はい。京都かぐやライツは今シーズンディアスが加入しましたが、多くの外国選手がチームを離れました。ですから京都としてはこの枝広がシングルスで計算できるようになると大きいですよね。そうなんですよ、いやまずやっぱりこの場で戦った時にこう互角のこういう勝負ができないとですね、スタートラインに乗りませんから、はいはい、枝広はしっかりスタートラインには乗ったと言えると思いますね、はい。向こう側、木下の平野のサービスから始まります。うん、ネットに当たってオーバーです。空調が効いたこのショッピングモール内ですが、平野が額の汗を拭います。バックハンドオーバーです。木下アリエル神奈川はまずアリーナ立川立秀の開幕戦、その後は実は江戸川の文化センター、ステージ上で試合を行って、そして今日はショッピングモールと、いろんなところで試合を行っています。まあ、開幕戦はね、まあ、立川ですから、はい、体育館らしいところですけど、ちょっと開幕戦ということでね、特別ですもんね、はい。ステージ上の次はショッピングモール。フォアハンドドライブでしっかりと体重が乗っていました。今のは回転でも力ありますよ、このボールグッとかけて、はい、これフォアハンドドライブのお手本のようなフォームでした、はい。逆チキータを入れてバックハンドオーバーです。渡辺さん、この第4ゲームの出足どうですか。いや、平野がやっぱりこう、はい、まだバック系で苦しんでるなというのがまず一つですよね。ですから、で枝広がやっぱりこう逆チキータを今度は今のようにですね、平野のバックサイドへ持っていったりとか、フォアドライブがしっかりこう決まっていくとか、ちょっとプラスが枝広の方にプラスが見られる展開が多いですね。そうですね、ここも突きミスになりました。
両選手の得点の合計が6の倍数の時にタオルを使うことができます。結局こうやってこう流れがある中で選手のこうプレーをこう分析しているときにこのプラス部分とマイナス部分の計算なんですよね、はい、これでやっぱりどう戦うかっていうところが非常に重要で、はい、まあ、枝広今のところプラスが多いですから、じゃあマイナスの部分をどれだけ消していけるかっていうところなんですよね。枝広のそのマイナスの部分ってどういったところなんですか。まあ、先ほどの流れで言うとやっぱ平野のついバックサイドに突きを送ってしまって一発で抜かれるとかですね、そういうのもあったんですけど、この第4ゲームの1本目がバックサイドでつついてあの対応してるんですよね、その平野のバックドライブに対してポンと、はい、ですからこうマイナスを一生懸命消しながら戦えてますから、さらにいいんだと思いますね。フリックに行きますがオーバーです。渡辺さん、今のサービスの回転は何ですか。横巻き込みの、うん、左横上回転という回転なんですけど、はい、ちょっと平野は焦りが僕にあったと思いますね。普通はこうワンテンポずらしてミドルやバックサイドに送るっていうのが平野の大体パターンなんですけど、ともすれば決定打に行くようなレシーブでした。はい、バックハンドオーバーです。1本目にあのバックドライブに対応できた枝広は今のようなこともちょっと余裕を持ってできるようになりますよね。バックへ流しつつきを送るっていうレシーブ、うん、ここも柔らかなレシーブを見せました。渡辺さん、まさに今のシーンなんかはもう余裕がないとできないようなプレーですもんね。そうですね、あんなに緩いレシーブって怖いですよね、平野みたいな攻撃選手に、はい、いくらなんでも、フォア前ハーフロング出して、8-3です。両選手ともにまだタイムアウトは使っていません。このゲームを枝広が取ればゲームオールです。これで4点差です。まあ、こういう展開追いかける平野の方がちょっと気持ちは楽なんですよね、はい、まあ、もちろん考え方ですけども 2-2 になったらとかそういう後のことを考えるよりもこのゲームを一生懸命1本ずつ追いかけようとすると、ひょっとすると平野らしい展開がとか形がですね戻ってくる可能性が高いです、はい、うん、フォアをつきましたがオーバーです。ちょっと焦ってるのがまだ出てますね。うん、ここも枝広のポイントです。なんと点4です。枝広ゲームポイント。ミドル前ネットイン、声を出してのフォアハンドドライブ。このゲームを諦めるという表情は全くありません。1本1本積み重ねていきます。オンサービスバック対バックのラリーを制して第4ゲーム 11-5 という点差で枝広が取りました。ゲームオールです。いや、渡辺さん、これどうなるんですか。これね、はい、まあ、シックスオールからですから最終ゲームというのは、はい、まあ、流れというのは判断するのは非常に難しいんですけれども、はい、大スタートから通じて枝広のバックサイドが一切崩れがない、むしろ、はい、平野が崩せてないというのが一つなんか大きな鍵を握るような気がしますよね。でやっぱりこう最後のところでも平野がちょっと焦って枝広のフォアに持っていって行ったりしてるっていうのが、まあ、平野にとってのちょっと第4ゲームのマイナス部分、 焦りがもろに見えてる、まあ、それによって枝広がやっぱりこの焦りをこう出してるのが平野にこう失点をさせているあの逆チキータレシーブだったり緩めのボールであったり、まあ、この辺りはが、まあ、枝広がかなりプラスがあるなと感じるところですよね。大きな拍手に包まれます。今日は愛知県名古屋市のイオンモール大高でもパブリックビューイングが行われています。いや、いいですね。いろんなところでこうそういうことしていただけるのは嬉しいです。さあ、運命のファイナルゲームです。シックスオールからスタートします。超短期決戦です。向こう側京都の枝広のサービスから始まります。チキータに行く、平野が声を出しました。渡辺さん、この試合初めて平野が声を出しました。そうですね、今良かったのはバック対バックから相手のフォアを
あの平野のフォアを狙ってきたのはですね、平野読めたのでちゃんとこう両足をしっかり動かしてフットワークできたんですね。非常に気持ちよく点数が取れたんだと思います。はい、持ち上げる、すごいパワードライブでした。枝広も果敢にカウンターで叩きに行きました。ちょっと笑顔も見せています。そうですね、これしっかりかけたんですけども浅くなってしまってるんですよね。ああ、そこを見逃さない平野はさすがでした。8-6です。トスの角度を注意されました。今不審に確認をしています。まあ、この巻き込みサーブというのはぐーっとこう体の方にね持ってきますから、ちょっとトスがね若干ブレたりすることあるんでしょうね。そうですよね。巻き込みサービス、サービスエースです。ここも声を出しました。タイムアウト、枝広。ここで京都カグヤライスタイムアウトです。渡辺さん、はい、なかなか枝広としては苦しい状況に立たされました。そうですね、笑顔ではあります、はい、やっぱりこのシックスオールからの戦い方というのがですね、まだ分からないというか、馴染めないという部分があるんだと思うんですよね。今のレシーブをバックにこの局面で送ったところで平野が待ってるこうバックへ行ってしまってますから、もうちょっと慣れてくると多分枝広もっといろんなことできそうな気がするんですよね。期待値は非常にあるんですよ、はい、そうですね。ただシックスオールからどう戦うかっていうのはなかなか慣れないと思いますね。まだシングル2回目ですよね、枝広は。昨シーズンもシングルスの出場はありませんでした。そして今シーズンシングルス2試合目でファイナルゲームを経験、シングルスでファイナルゲームを経験するのは初めてのことです。そうですね、フォア前、長いツッツキ、よくついていきました。渡辺さん、大きな一本になるのかどうか。そうですね、やっぱりこう女子選手にとってのタイムアウト後っていうのは一つ前回の、ね、解説でもお話しさせていただきました、はい、重要です。バック強気で狙っていきました。フォアオーバーです。いや、これは読み合いですね。お互いこうフォアに来るだろうっていうのをこう思ってるわけですよね。その中で平野もバックサイドの勝負に行きましたね。平野マッチポイント7点。ネットインですか。ネットインだったんですね、はい、ガツンと平野のラケットが台を叩くほどの突きでした。ネットインです。平野美宇苦しみましたが 11-7 で勝利。ゲームカウント3-2、木下アビエル神奈川、平野美宇が京都かぐやライズ枝広まどかに勝利しました。渡辺さん、まず平野の勝因から伺ってよろしいでしょうか。そうですね、はい、平野はもうずっとスタートが苦しんでたんですけども、やっぱり大、はい、このいわゆる勝負がかかったこのポイントっていうところでやっぱ1本目から声出しましたよね。やっぱりもう、はい、戦術だけじゃないと、まあ、自分が苦しんでるのはやっぱり気持ちだっていうところに一つこう自分がフォーカスを当てて、で声を出して1本目からこう自分が乗れるようにしたっていうのを、まあこういうところがですね、やっぱセルフコントロールが非常にできてたなという部分が最終的な勝利を身につけたというのが一つ勝因で、はい、まあ、もう一つ挙げるならばですね、この第一ゲームの後半とこの最後の一本もそうですけども、若干この突きが平野側にあったなと、このネットインが続くというのがですね、はい、まあ、このあたり二つが挙げられるんじゃないかなと思います。一方の枝広も非常に素晴らしい戦いを見せてくれましたね。そうですね、まあ、この T リーグという舞台の中ではどうしてもまだ未知数の選手であり、どのくらいできるんだろうがですね、正直なところなんだったんですね、まあ、それが先日の赤江戦でもかなりこういいですし、で今日の平野戦でもかなりこう
さらにいいプレーが多かったと思うんですよね。でその中でやっぱり枝広はもうこのトップ層である赤江だったりこう平野と対戦してもできるというところを多くの方が確信したと思うんですよね、まあ、特に池袋監督は確信されたと思いますから、まあ、これからいろいろなあの出場機会が回ってくると思いますので、まあ、ここで大きく今度はですねいけるだろうからいけると計算できる選手に、まあ、なっていくのももう時間の問題じゃないかなと思いますね。